うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は改訂版としてお届けします。加山雄三さんのお嫁においで。この曲はウクレレで歌われている曲ですから、もうぴったりどころかもうやりましょう。あらゆる世代で楽しみましょう。ちなみにこのお嫁においではですね、ガズレレ YouTube チャンネルでも過去にやってるんですけども、4年ぐらい前になっちゃったんで、まあここでまたこう一気に2020年版としてリニューアルして、さらにかっこよく、さらに簡単にやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。後半は、かっこいいノリです。今回、かっこいいバージョンのコードの流れも、本舗初公開でかっこいいバージョンになってますんで、また改めてちょっとやってみてください。お願いします。さあ、音楽をですね、聴くのいいですよ。聴いたりカラオケもいいですけど、楽器を弾きながら自分で歌う、弾き語り。これ本当にね、めっちゃ楽しいです。ハマりますよ。ぜひ皆さんやってもらいたいと思うんですけど、楽器やったことないから無理そうだなとか、私音楽の才能ないんですよねという方、安心してください。ウクレレがありました。ウクレレ弦が4本でも簡単なんですよ。すぐできます。ただし、始めたらわかりますけど、やればやるほどね、もう次の景色が出てきてね、もう深いんですよ。だからどんどんハマるんです。だから、もう飽きずにずっと続けられるという素晴らしい楽器でございます。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上だから順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけでね、あれ？私今もうできてんじゃない？もしかしてってすぐになりますから、これね、本当に楽しいんです。やって始めてくださいね。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるわけですからね。しかも無料。これはね、やった方がいいです。さあ始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆるジャンルの音楽がもう1000曲以上、1000曲ですよ。アップロードされております。今日みたいな昭和の名曲から最新 J-POP、定番 J-POP、演歌、歌謡曲、洋楽、ハワイアン、アニメの曲、映画の曲、何でもかんでもこのウクレレで簡単で弾いて歌っちゃおうぜということで、レッスン動画がもう1000曲がアップロードされてますからね。で、さっきのリンク先のところに行くと、歌手検索、曲名検索とかのジャンルボックスから選べたりするようになる。なんかなってますんで、いろいろ今度ね、お気に入りの曲探して弾いちゃいましょう。音楽を聴くからやるに変えよう。お願いいたします。それではやってみましょう。お嫁においで、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。もしもこの船で君の幸せ見つけたら、すぐに帰るから、さんのお嫁においで。こちらの曲、結婚式におすすめで
ございますね。結婚式でこれ歌ったらいいと思います。ぜひやってみてください。動画のテロップでと一緒にできた方も書いてくださいね。書いてその自分だけで見るのをおすすめします。これ結婚式会場で YouTube 見ながら弾くわけにいかないですから、やって書いて覚えて歌ってみる、これを目標にしましょう。その時の参考になるようにこの私のねノートを見てて、はいどんご覧になってください。ここちょっと書いてある、これ後で解説します。今はねこっから始まってますからね。でいつものことなんですけど、この下にくるっと丸く囲っているやつは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを弾きますということで、後半のかっこいいバージョンはコードがちょっと増えますけれども、まあまあまあ、今のは上の段です。はい、そういうふうに、分かっておいてください。それでメモっていってくださいね。で、一時停止。これは後で解説します、ここは。ここから、はい、始まります。はい。ちょっと分かりづらいっていう方は、動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいかもしれません。はい。ここもこう、ターターとか書いてありますけど、これは後でかっこいい版でやる、アレンジになってますから。はい、ここまで。はい。これ1番と2番コード進行全く一緒ですからね。はい。これで一応フルコーラスですから。はい。いいですね。ちょっと分かりづらいけど、動画内のテロップを一時停止して書いていってくださいませ。はい。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。出てくるコード、今やったシンプル簡単バージョンは、これですね。C と F と D7 と C7 と G7 ですね。この5つです。C と F と D7。C7、G7。これは超入門コードなんですけど、ちょっとついでにですけども、今指で隠してるところ、後半やるかっこいいバージョンのコードですけど、ここまでちょっと今、シェアしたいと思います。はい。E7 と A7。はい。これを使うと、いい感じ。これね、なんで今一緒にご紹介したかというと、ガズレレ必須コードという、このコードのグループがあって、同じグループなんですよ。で、これはですね、このガズレレ必須コードっていうのはですね、ウクレレやる上でね、もう本当に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループなんです。このグループはですね、ウクレレにとって、ものすごく便利で仲良しで助けてくれるコードのグループでございまして、10個ぐらいあるんですね。10個もあるのかと思うかもしれない。1個ずつ見たら指1本で押されるコードで簡単。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとコツがいるんで、私が動画で解説しています。ここのリンク、ここでまずこの10個、皆さんウクレレ始めてる皆さん、この10個最初に覚えましょうね。で10個覚えるのにコツがいるってでしょ。これ面白おかしく覚えないとね、やっぱり覚えられない。これ、ね、コツがあるんですよ。だからさっきの動画でマスターしてください。今日はそこに出てくるコードの要は 1,2,3,4,5,6,7 個でやるんですけど、あともう1個、じゃあここからその流れでかっこいいバージョンの解説にここから入っていきます。かっこいいバージョンではもう1個さらにちょっとコードが追加になります。これは初心者の人が最初につまずくコードで有名な F マイナーというコードが登場します。これですね、F マイナー。ちょっとテロップも出しておきますけど、押さえる場所、こことここ、いつも出てくるんですよね。これが押さえづらいんだよね、初心者の人は。はい、こうやってやるのが一般的な押さえ方。ここ見てください。これを私は親指で押さえます。これね、どっちでもいいと思いますよ。押さえやすい方で響きは同じですから。はい、親指使う方はこの手首を上に持ってきて握り込む。はい。人差し指で押さえる方は下にどっちかっていうと下げ込んでこう上に持ってくる。こんな感じでイメージすると言ってます。F マイナーを追加しましたということです。じゃあ、ここからコード進行なんです。コード進行がさっきも言ったんですけどね。もうどんどん速くなりますから、このずい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 来る。で、ここでちょっとご注目なの。ここの説明したいんですよね。さっきやったシンプル簡単バージョンはちょっとね、これ字が汚くて恐縮ですけど、簡単バージョンはワンブロック4つ引くという計算にしといて、かっこいいバージョンはこれ、8個のカウントにしましょうと。つまり、さっきは、もしもこの船でだったんですけど、今度は、もしもこの船で、こんな風になります。そうするとどうなるかというと、ダウンピッキングで分かりやすく言いましょう。もしもこの船で、こんな感じ。1,2,3,4,5,6,7,8。このカウントでいきます。そしてこの8個弾くということを確認した上で、この中で、8ビートと、疾走ビートと、ルンルンビートというのが3つ混ざったようなイメージでやってみようと思います。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンダルン、ダンダルン、ダンダルン、ダンダルン。かわいいでしょ？ダン。アクセントが後ろに来てます。ダルス、ダン、ダルン、ダン、ダルン、ダン。シャッフルですね。ザッチャッカ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 。跳ねているリズム、シャッフルの中で、アクセントがドゥン、ダドゥン、ダン、ドゥン、ダドゥン、ダン。これはだから、8ビートが基本になってます。8ビートが基本なんだけど、シャッフル、まず跳ねているというのと、アクセントがドゥン、ダドゥン、ダン、後ろに来ているっていうところが、これキーポイントでございます。ちょっと普段の8ビートの感じと違いますんで、これを参考にやってみましょう。この3つの弾き方、一応ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、8ビートと、
疾走ビート、ルンルンビート、この2つでね結構ヒントがあると思いますね。このあのちょっとやっぱねこれハッピーな感じになるとこの曲にぴったりだと思いますんで、はい。でまずこうストロークって全然わかんない方は普通の8ビートで、もうシャッフルも何も考えずに普通の8ビートでまずやってみてさ。もしもこの船で、こんな感じでいいと思いますからね、はい。あと決めとしてはですね、ここのここ君の微笑みとか君のささやきところのところ、ちょっとこの雰囲気テロップにも書いたんですけど、この辺ね、はい、ちょっとここをやってみようと思います。いきますよ、僕に歌うたた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 たなんかこう素敵な、なんか古き良き時代というか、なんかこうね、ほんわかします。はい。体揺らしてね、思いっきり楽しんで弾いてみるのがいいんじゃないかと思います。それではやってみましょう。お嫁においで加山雄三さんの曲、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、ツー、もしも、この船で、君の幸せ見つけたら、さんのお嫁においでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あの軽やかな、これルンルンビートのね、あの語源にもなってますけど、ルンルン気分でこう体ごと持っていくこのハッピーな感じ、ダーツダーカツダーツ、後ろにアクセントくる、このなんかおおらかな、おおらかなんだけどこう元気があって、もうね本当にこのリズムね最高でございます。8ビートと疾走ビートとルルンビートが混ざったやつ、これぜひ皆さん、これいろんな曲にも応用できますんで、はい、この軽やかな曲、結婚式がもしあったらですね、これ弾いてくださいね、よろしくお願いします。さあガズレレ最新情報、このウクレレ、今いろんなタイプのウクレレが今回ね追加されまして、予約注文が今開始されております。ウクレレに関することここのリンクでちょっと確認しておいてください。ガズのわがままウクレレ、これオール短波で弾きやすくていい音するんですよ、ぜひ皆さんお手に取って、見てください、よろしくお願いします。あとはね、アプリガズレレ初のアプリが今リリースしています。ガズレシピと言います。お持ちのスマホやタブレット、もちろんあの iPhone でも Android 携帯でもあの対応しておりますので、ちょっとひとまず落としてみてください、お願いいたします。あとイベント情報いきます。ドン。2月16日埼玉県川口で、ガズレレイベント開催しますよ。ガズレレイベント。はい、このガズレレイベント川口はですね、ちょっと特別企画、8ビート。
この特訓みたいな、特訓だってそんなあれですよ、もうエンタメですよ。はい、私のイベントはですね、ウクレレ持ってきてくださいね。もう参加型で、あの8ビートをより面白く、8ビートってやっぱストロークの基本だから、そこをまず深めようと思って、これね、来た方がいいですよ。はい、お一人様も大歓迎、お仲間同士も大歓迎、初心者から上級者まで間違いないですんで、はい、お待ちしてます。その次はね、3月15日に、水戸でやりますよ、こっちも。ぜひ、いらっしゃってください。水戸の皆さん、茨城の方ね。はい。で、最新情報としてましては、はい、こちら。4月の4日は、佐賀です。九州の佐賀。はい。佐賀行って、その次、葛西です。この葛西の方はちょっと人数、限定数がちょっと少ないんで、お急ぎください。すべての、ガズレレイベントのお問い合わせは、島浦楽器店各店様までお願いいたします。よろしくお願いします。あと、連日お伝えしてる、このね、ガズレレプロデュースの、これ、ウクレレケースなんですよ。コンサートウクレレも入るウクレレケース。これがね、多大なるご注文を今いただいてるんですけど、今のちょっと社会情勢でもしかしたらちょっと遅れるかもしれない。またちょっとそれ改めてご案内しますんで、よろしくお願いします。そしていつもね言いたいやつ、これはい、立東ミュージック社から出てる、私がプロデュースしてて楽譜の本です。こっちは100曲入り、こっちは50曲入り、こっちは初心者向け、こっちはいっぱい弾きたい人向け、これはね、ご活用ください。もうすでに4万部ですよ。すごい売り上げでございます。皆さんありがとうございます。簡単楽しい楽、これがねこの本にキーポイントになってます。ご活用ください。はい、もう盛りだくさんで、すべてのことはガズレレ .com で、ご案内出してますんで、お願いします。ブログとか書いてますんでね。見てくださいね。さあ、楽しく音楽しよう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。